はい、どうも、ジョニーでーす。はい、今日も羽ばたいてやっております。おっと、なになに、いつもと顔が違う。よくお気づきで、今日はちょっと真面目な人風にやっていこうと思っております。実はですね、先日ツイッターの方の DM にある会社さんからご連絡をいただきまして、うちの商品を使ってお料理をしてみてくださいということで、喜んでやらせていただきます言うて返信いたしました。簡単に言いますと、安丸だしを使って料理をしてくださいということで、アンバサダーってやつですね。喜んで僕からもやらせていただきたいということをすぐに、ね、連絡返させていただきまして、なんと今回安丸さんからだしが届きました。ちょっとこれうちカメラで撮ってるんで文字が反転してるんですけどね。試せばいいじゃん、浮かせばいいじゃん、母ちゃんいつもありがとうって書いてますね。これもなんか何種類かあるみたいで、僕が見たのは3種類かな。この赤丸が色が緑とかになっててね、あるみたいです。ということで、この安丸だしについては概要欄の方にリンク貼ってますので、ぜひ目を通してください。では安丸だしを使って一品目作っていきます。ゴー。アルパカの庭。とりあえずこの安丸だしを使って卵スープを作っていこうかなと思います。卵と豆腐で500ml で沸騰させます。まで待ちましょう。はい、沸騰してきたら火を弱め、中火ぐらいで 3、4分、蓋をせずこのまま煮込みます。あ、お箸についてた、さっき卵混ぜたんで卵も入っちゃってますね、ここに。まあいいか。めっちゃいい出汁の匂いです。でこのままちょっと 3,4 分で煮込んでいきます。はい、じゃあ4分ぐらいかな、経ったのでお出汁を揚げて、ここに卵入れないといけない。ちょっとこう絞りながらね、もったいないんで、よし、贅沢に2個いっちゃった卵。普段はちょっと火弱かった。まあでもうまそう。はい、できました。こちらが安丸だしを使った卵スープですね。食べてみましょうか。でも欲しい。うまそう。見てこれ。ピント合ってるこれ。いただきます。熱っ。うん、熱っ。おいしい。これ何も入れてない、もうほんまに水と出汁取っただけやからね。まあ、カツオ、サバ、イワシ、昆布で、しいたけが、あ、そうや、ここにごま油いるわ。卵スープなんで、ちょっとだけね。中華チップに、ここに実際ごま入れても美味しい。あ、もうこれ匂いやばい。あ、来た。うん、これ全然何倍でも食える。ごま油入れる前のやつのまず感想は、
お鍋の後のおじや雑炊にしたらめっちゃ美味しい味やなと思って、で今ごま油入れたら、もうごま油入れたらもうこれだけでも全然何倍でもいけちゃう、ちょっと中華風になって、これ一人暮らしの人とか料理普段しない人とかでもこの安丸だし買ってね、でだし取ってさっきやったようにポポポンとこのお豆腐と卵と、まあわかめとかポポンって入れて煮るだけよ。これでも仕事が忙しくて遅くなった時でも簡単に作れちゃう、ぜひ。まあ今回はちょっとね、ちょうど週末前、まあ今実際金曜日なんですけど、ちょうど冷蔵庫にお野菜が何もない時だったので、こう卵スープになっちゃいましたが、まあでもそんな時こそこの安丸だしがあれば、卵とお豆腐さえあればこれができちゃうよっていうことも、こう皆さんにお伝えできたらなと思います。概要欄の方に安丸だしの情報を貼っておりますので、皆さんも買って一緒に僕の動画を見て料理してもらえたらなと思っております。せっかくなので食べきっちゃいますね。わかめ入れたいな。うんうん。ではごちそうさんです。ということで、いいねと高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。